大阪大学大阪大学大学院言語文化研究科外国語学部大阪大学急未能キャンパスと大阪モノレールサイト線大阪大学大学院言語文化研究科は大阪大学大学院に設置される研究科の一つであるまた大阪大学外国語学部は大阪大学に設置される学部の一つである管理ツー外国語学校を前身とする 大阪外国語大学が2007年10月に大阪大学と統合され大阪外国語大学外国語学部から大阪大学外国語学部となる日本語を含む25言語の専攻を有する国立総合大学の中では唯一の外国語学部である大阪大学外国語学部同窓会として昨夜会が運営されている大阪大学大学院言語文化研究科は 大阪大学言語文化部を基礎に独立研究家として設立された研究科である。2007年には大阪外国語大学言語社会研究科が統合された。2019年現在、言語文化専攻、言語社会専攻、日本語、日本文化専攻の3専攻であり、また外国語学部の幹事研究科として位置づけられている。 ABCD 大阪大学外国語学部遠隔2019年9月23日閲覧。大阪大学言語文化研究課長挨拶2019年9月23日閲覧。ABCDEF 大阪大学言語文化研究課遠隔2019年9月23日閲覧。ありがとうございます。